発声とご挨拶は吉田先生にお願いいたします。新年おめでとうございます。館長、今日の詩人発表ありがとうございました。この日をずっと待っておりました。17年というのはとても長かった。総裁が本当に心から言ったことが一つあります。武器を持つから恨みつらみが生じる。我々は都市空権武器を持たない。そしてこの鍛錬によって心を磨いて強くなって、強くなれば人間は優しくなれる。これが総裁のよく言ってた言葉でした。おそらくこういう世界が20年30年後には来ると思います。でもこの理想のような世界、これは極真が目指す本当の姿だと思います。長くなります。これからの極真、そして皆さんの健康、館長の良き指導、お祝いして乾杯をしたいと思います。ご発声お願いします。乾杯。ありがとうございました。それでは2010年度年間努力賞の表彰式を行います。少年部第1位小林智也君。回数136回にして優秀なる成績を収めたることにより、ここに表彰するものになり、2011年1月11日国際空手道連盟新会館館長松井翔おめでとうございます。はい、来年も頑張ってください。
杉重隆殿、稽古回数219回です。おめでとうございます。今年も頑張ってください。ありがとうございます。第2位、川端俊宏さん。努力賞総本部一般の部第2位川端俊宏殿、出席回数114回です、おめでとうございます。ボス、ありがとうございます。頑張ってください。ボス。第1位沢村優太君、回数は155回です。努力賞総本部一般の部第1位、沢村優太殿、出席回数155回です。おめでとうございます。まあでも沢村君の場合はね、一般部というか選手だから、ね、それも世界大会出場を目指すような選手ですからね、155回が多いとはちょっと言えないな。この場合は300回以上は稽古しないとね。そういう自覚でやってください、はい、おめでとう。とりあえずおめでとうございます。ありがとうございました。続いて、しばらくの間ご観覧ください。あれ知らねえもんな。そうすると言葉出ないかな。あれ守れなくなる。まさか二人とも嫌いだった。前は6時間も行ったんですよ。ボブサップとあれとかですね。出たこと出たことでしょ、ボブサップ。吉田と前のそのピーカーの。まあまあまあ。あれが一番。必殺のプライベート話。これ今日木田さんのところで話したじゃないですか。違うところ行って、いや木田さんとプライベートでとか絶対言いますよ。木田さん絶対言いますよ。いやもうあれですよ、木田さんと今ここで喋ってもう半ばもう親友までいかないよ。ぶっちゃけちょいちょい後輩とか言い出しますよ。さあ認識は。無駄な池さん、そこで押さないと世界に配信ですよ。世界に配信です。村先輩、なんか多分おしっこ作ったような気がしますけどね。なんか味付けが
なんかすごかったと思います。座って、はい、どうぞ。はい、失礼します。ちょっと浅いみたいな。明けましておめでとうございます。早朝からの歓迎、お疲れ様でした。まあ、早いもので、まあ、いよいよというかですね、世界大会年になりました。まあ、今まではね、毎年ここで、まあ、あと何年とか言ってましたけど、いよいよ本番の年なんで、我々支部長は当然のことながら大会が盛り上がるように集客、もちろんチケットの販売も含めてですね、頑張らなきゃいけませんし、選手の方は、まあ、ぜひ、テシエラ選手に持ってかれた王座をですね、取り返せるように、まあ、木山監督、鳴島副監督も頑張ってもらいたいと思います。今年もよろしく お願いします。おっす。続きまして、よろしくお願いします。おっす。この鏡開きに参加するのは、私は30年ぶり、支部長には初めてなんですけど、昔は、まあ、本部でね、本部の理解でしとったんですけど、少しね、趣が違ったホテルでね、こういう参加してもらったんですけど、さっきはすごくこう気が上がりまして、一瞬これ最後まで持つのかなと思ったんですけどね、まあ楽しい汗をかきました。さっき山田支部長がね、言ったように今年は世界大会であります。私も一支部長として、強い選手をね作って、何度か日本がね、王座を奪還するように少しでも陰ながら頑張っていくと思っております。皆さんもね、選手育成がやっぱり、選手育成とあと土壌性を一人でもね増やすというのもね、下町のね、一つの仕事なんでね、一人一人自覚を持ってね頑張っていきましょう。おります。おっし。続きまして、川端氏、よろしくお願いいたします。明けましておめでとうございます。私もこの鏡開きに参加するのは30年ぶりぐらいになると思います。当時は鏡開きは練習終わってから、まあ、こういう宴会があったんですけどもね、一人一人歌を歌わされまして、その当時によく歌った歌を歌いたいと思いますけど、大ちゃん、大丈夫でしょうか。今歌われてる人はあまりいないんですけども、曲身の歌を失礼します。この世のまこと本日は、その中央に誠にありがとうございました。